皆さんこんにちは、エルザです。今回は弓で勝てないときは胸武器を持って確認をしようについて解説をしていきたいと思います。トラストを使っているとね、キルは取れるのに勝てないとか、ルール関与しても味方は解けるとか、いろいろありますよね。個人的には弓で負け続けるなら何かしら足りない可能性があるので、確認するのは重要なことだと思っています。最近だとね、よくスパッタリーだったりボールド、必戦とかいろいろ使えますが、こういった強い武器使うのいいのかなと思います。で、そこで今回はあえて弓ではなく他の武器を持って確認することの重要性について話をしていきたいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。じゃあやっていきましょう。タラポ。そして、リッター。リッター、つらいんだよな。敵にいても味方にいてもね、バランスが難しいよね。とりあえず味方のリッター邪魔ならないように動いていきたいと思います。おー、ナイス抜き。素晴らしい。で、どうすんの？あー、入ってきてる。しかも2枚。無理。ああ、いけた。とりあえず、アサリ集めよう。リッターより前、リッターより前。あれ、リッターだよね。多分、リッターが抜いてくれるから。来る？来る？いつ来る？ああ、ちょっと遅かったか。あ、でも、まあ。ワイプは取られてないからね。やめろ。壁裏やめろ。壁裏当てるのはやめろ。どうしようか。ここ追い込まれるとな。ほんとタラポは辛いよね。しかも立体いるからさ。やべえな。倒したい位置からだいぶずれてるな。こういう時。勝ちたいよね。こういう試合勝ちたいよね。いける。ナイス。ナイス、手前処理。いいね。もう味方が一人前いたからね、やべえなと思ってたけど、ちゃんとやってくれた。さて、なんとか押し返して。ここもう一枚。よしよしよし。まあ、とりあえず2枚落としたから、やっべえな。こっち取る。やっぱ結構ブレてんな。ごめん、やられた。それ処理できる。できないのか。頑張れ。やばいな。一気に状況悪くなったな。どうしよう。これ一本のシュートでなんか試合決まるかもね、意外とね。ここの通路、そこな、落としづらいんだよな。よし。それは味方がどうにかしてくれる。とりあえず当てた。いるよね。なぜ来ない？何があった？味方、何があった？よし、とりあえずポイズン投げて。結構大変だね、この試合ね。ブルーショーが来るしな。スペシャルが、そうだね、重なった時がほんと大変だな。ナイスナイス。ふわっと下げたの偉すぎ。ウルショーナイスすぎる。よっしゃい。もうこれは決める。ナイスナイスナイス。メガホンで邪魔してるけど、70ぐらいか。さあ、ただこっから辛くなるね。
アサリ集めないとね、ちょっとスペシャルが相手たまるだろうな。ああ、いいんだ。スリップダメージ入ってたね。ああ、ナイスー。いい流れ、いい流れ。はい、メガホン。これ。入れる！で、さようなら！もう繋げないとね、中央を取られてるからさ、まあガチあたりはあげるんだけど、あれは入れてっても、まあそうだな、この3個でどうなるか変わるかもしれんからな。ただまあ相手のリッターがね、抜き始めた時がマジで怖いんだよな、こういう試合。リッターはやっぱさ、一発だけでも抜くでも全然試合の流れ変わるからね。さあ延長、ここは止めよう。いよいよそこまで行ったら敵はもう下がるしかないからね。はい、よし、危ねえ危ねえ、よしよしよし、危ない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 、あー危なかった、ライジンステップでやられるかと思ったからね。はい。ということで、この試合に関しては、ここまでとなります。それでは本編入っていきましょう。はい。それでは本題入っていきます。今回のテーマは、弓で勝てないときは、強武器を持って確認をしようとなります。まあ、ですが、環境武器などを使うのはかなり重要かなと思ってますね。そもそも負ける原因っていうのを考えたときなんですけど、単純にキル数なのか立ち回りなのかわからないっていうのがありますよね。今回はそれを特定するための方法となります。ではまず強武器を見つける理由についてですが、悪い点の発見をすることにつながるからです。で、基本強武器と言われる部類の武器に関してはある程度キルや塗りなどができるので、役割的に実力が足りていれば勝てるっていうところがあるんですよね。ただ僕の場合は前衛武器を使った方が確認できるので、スパッタリーなどを持って確認します。まあシューターとかいろいろ持ちますね、まあ、このあたりは好みがあるかもしれないですね。個人的にはシューターを使うのが一番いいかなと思います。まず確認することとしては、指の指向を持ったまま試合をすることです。それで試合に勝てるかどうかという判断をするわけですね。で、この時にリザルトはしっかりと見るようにしておいてください。キル数、デス数、スペシャルの数など数点して確認をします。で、これを材料に立て直すポイントを考えていきましょう。まず勝てた場合で考えていきたいと思います。もし武器を変えて勝てていた場合はキル数を見ることをお勧めします。ここで勝てた場合なんですけど、多分弓を使っている時よりもキル数が多く安定しているのではないかと思います。あとは、あ、ここキル取りたいっていうシーンでキルが取れているっていうところですね。トラストの場合なんですが、他のチャージャーとかシューターと比べるとキルを取るのはかなり難しい部類だと思います。キルを取りたいところで取れるのと取れないのでは試合の展開が大きく変わりますからね。他の武器を使って勝てるということであれば、少なからずキル数での貢献ができている可能性が高いので、対面を見直すということが弓視点で大事になります。トラストの対面の見直しとしては、敵との距離感や立ち位置の確認ですね。攻撃はしてるけど当たっていないことが多い場合は、まあ距離が離れすぎているっていうことがありますので、近づいて攻撃を当てる工夫、まあ前にもうちょっと出る工夫っていうのを意識するようにしてみましょう。では続いて、負けていた場合ですが、それの場合はトラストの立ち回り全般の見直しが必要になってくると思います。まあ全体的にレベルを上げないといけない段階っていうところですね。で、そもそも強武器で負けるっていうことは、立ち回りは優先度、あとはキル数やカラコンっていうものが足りないことが多いです。総合的に足りてない可能性がありますね。まあ言い方を変えると、そのパワー帯では足りていないと言ってもいいかもですが、これはかなりの見直しが必要かなと思います。弓で負けるのと強武器で負けるっていうのはちょっと意味が違いますからね。
武器自体の難易度が違うので悪い癖を直す必要があるというわけです。まあ確認事項としてはスペシャルの回数や対面の仕掛け方を確認するようにしましょう。意外とスペシャルの数前衛使うと減るので、このあたりは大事です。あと強引きといっても基本の動きは重要です。まず試合を有利にするスペシャルをしっかり使っているのか確認しましょう。その次は敵に対してむやみに突っ込んでいないか、移動が雑になっていないか、基本の部分の見直しをお勧めします。まあイカロールであったりとか前線から下がるタイミングとかですね、いろいろありますがそういったところを見直すのがいいです。で、強武器でもそもそも勝てないなら性能以外の部分が修正がいるという感じで考えるといいですね。で、注意なんですけど、ここでいい武器を使ったに負けたといって公営失格ではありませんので、改めて何を磨くべきか判断する材料にしてください。才能がないとかそういう話ではないです。やっぱりバランスっていうのがありますからね。前に出るべき理由とそうじゃない時があるってことです。はい、ということで、まあ今回のね、解説に関してはここまでとなります。個人的にはやっぱなんだろうな、キルが足りてないのか立ち回りが悪いのかやけになってるのかっていう確認で結構ね武器を変えることあるんですよね。でそれで勝ったりとか、まあ、オープンで人とやってた時に勝てるようであれば、ああじゃあ大丈夫なのかっていう判断をよくしてて、自分の修正すべきポイントをよく見るようにしてます。まあそれが大体いつもキル数が足りてないっていう結論になるんですけど、やっぱね勝ててると負けてるでは判断の仕方が変わってくるんでね、ここら辺りはいろいろと確認してみると皆さんもいいのかなと思います。じゃあちょっとねガチャサリちょっと今危険な状態ですが、これあれだな、これはせめて来い味方来い、俺はまだ入れない、延長長くしたいからさあ2つ入ったらいけるぞ。あメガホン貯めて、そう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 、あいいねいいね、はい勝ち、いやーよかったよかった、しっかりメガホン貯めてねギリギリまで耐えたのよかったね。はい、ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。